はい、いらっしゃいませ。ご機嫌。今日はね、ミストウルというゲームをやっていきたいと思います。突然何もない大地に放り出されたわけなんですけども、あのミストシリーズのね、番外編っていう感じになるんだけども、ミスト3のね次に出た作品ということで、今日はこれをね収録の方でやっていこうかなと思っています。で、ミストウルはここの大地からスタートしていきます。周りにはね本当に何もない荒野になってますね。で、なんかあそこに人工物はね、ちょっと多分ね、とりあえず多分あそこ行くと思うんだ。お、なんか人っぽい影が見えるね。おー、今回ミストガイデンっていうことでね、アトラス多分じゃないと思うんだ。多分この人はアトラスじゃないと思うんだ。主人公もあの今までの主人公と違うと思うんだけどね。 Hey, welcome. So, I'm Zandy. I probably know more about why you're here than you do. Don't worry about itYou felt drawn here, just like the others. Now, I'm not really here to give you answers, just to give you help and get you started. She's left a message for you in the cleft. Listen to it well. She's left a message って、she って言ってんだけど、彼女って誰のこと言ってんだ? Find the journeys, and then enter the tree. Oh, and check with me if you need help.だけどとりあえずなんかね、木の中に入れっていう話をしてて、わかんないことがあったら聞きに来なって言ってるんだけども。Well, you're gonna need power for that imager in the cleft. お、なんか違うヒントをくれてるぞ、多分。風車って多分さ、チラチラ見てたあれだよね。なんかすごいこの横に棒が入るとさ、あれだよね。奴隷が動力を作るためのあの回すやつみたいに見えるよね。これなんかできんのかな。あ、なんかマウス合わせんと20丸になるね。じゃあこれ押して動かない、反対かな、動かない、だからブレーキを解放してって言ってたんだね。ってことで別のところにあるのかもしれないですね。ちょっと周りを見てみましょう。 あっちもなんかある。これなんだろう、これもなんかパズルかな。あ、これあれじゃん、リブン、ミスト2のリブンで出てきた、なんつうの、実空の裂け目を塞いでたところにあったあれじゃない？ねえ、そうだよね、多分ね。なんでこんなとこになんだ？そっか、でもあれか。最後、壊れて時空の裂け目にあそこにあったものは全部落ちてって、どうもね、あの時空の裂け目の先っていうのが、どこかしらにつながっているらしいので、だから主人公もね、元の世界に戻ってこれてたんだけど、多分、あれだけは、ここに落ちたんだね。この世界に。じゃあ、この骨もなんか意味のあるやつ？この骨は、特段ないかな。なんかマークがある。なんだこれ。あ、触れんね。触れると、手を当てると、なんかこれ手の形に見えるよね。なんか親指のところが光ったね。ほう、なんかあんのかな。あとはね、なんかね、柵が囲われてて特に行けるとこなさそうなんだよね。ってことはこの辺じゃないのか。ちょっとさっきのとこ戻ってみましょう。はい、さっきの風車の近くまで戻ってきました。あの風車を回したいんだけど、あ、ここに裂け目があるのね。おお、なんか下にあるね。下にあるので、これ多分階段代わりにして降りれるんじゃねえかな。お、いけるいけるいける。で、ここ下降りて、ここはなんかあんの？おお、お、お？え？お？え？お？ちょっと待った。今なんか詰まったぞ。え？あ、なるほどね。橋の間に穴が開いてたから俺落ちたんだね、今ね。なるほどね。あ、さっきのマークのと同じマークがある。これが触ると何も起きない。あ、何も起きないんだ。この裏もさ、裏も気になるんだけどさ、これなんだろう。あ、そこにもマークがあるな。この上に行ったらなんかできるかもしれないね。ちょっと行ってみましょう。こっち行くとさっきのところ戻るの。お、なんか居住区っぽいところもあるぞ。ちょっとそこ見わず見てみましょうね。なんかあるけど、誰かがいる気配は特にないっすね。あそこになんか機械があるね。あれはなんか小麦粉を引く機械とかそんなんかな。ここの扉は特にクリックポイントはないので、クリックはできなさそうです。で、ここもちょっと大きい穴があるので、ジャンプで越えると。で、ここ入るとなんかある？なんか、特にここはないのね。OK。じゃあ、このカゴ、明らかに怪しい。え、なんで浮いてんの君。なんで浮いてんのちょっと待って、なんで浮いたの今。ここに怪しいなんかありますね。なんだこれは。踏めるっぽいので踏みます。なんも起きないな。なんだろう。
まだ先で使うのかな。おっと危な。ここはさっき最初に入ってきたところですね。この段に。こっちにも橋があるのでこっち渡ってみます。おお、橋が落ちてしまいました。え、でもそうするともう行けるとこなくないね。あそこから降りてきて、ここから降りてきて、こっち来たら落ちたでしょ。こっち行くと、ここは通ったと思う。そこ最初落ちたんだけど、向こうから戻ってきたところでしょ。これだともう他に行けるとこないよね。ジャンプでこういうとこ登れる、登れる高さではないね。掴んで登ろうぜっていう。これさ、これさ、階段代わりになんない。あ、なる。階段代わりになるけどよ。これで元の場所に戻れたよっていうだけだよね。ちょっと一回もう一回降りようか。ドン。大丈夫かその降り方。で、あとは、あっちにもはしごあるね。はしごじゃない。橋があるね。橋があるので、これをはしご代わりにして上に登ってみましょう。あそこになんか紙っぽいのがあるよ。はい、ドン。アトラス？ミストシリーズの全ての発端であるアトラスからの、その娘、イエイシャに対するお手紙のようですね。で、問題はその周りにある文章の方で、I will wa... ん？全然読めないよね、これね。この赤い文字全く読めないよね。なんだこれ？わかんない。ちょっと赤い文字は筆記体がひどすぎるので読めないので、ちょっとパスしますが、とりあえず、あ、なんか今ここにゴーグルみたいな。あ、取れる。おー、取れる、取れるんだ。その、あ、取ったゴーグルつけたね。もともと、あれ？俺のもともとのメガネは？ひどい。俺のメガネを返して。で、こっちの部屋は？あ、またマークがあるね。このマーク触ると？おお、あ、こっからなんか伸びて真ん中まで行くのかな？もしかしたら。だからこれを見つけたらどんどん触ってってねっていう感じですね、多分ね。で、全部を触れると、もしかしたら、この谷のね、一番奥にあった、あそこの奥にあった扉、触っても何の反応もなかったところですね。あそこに入れるのかもしれない。ここは、こっち行ける？行けるね。お、落ちる落ちる。ここ登ると、あ、こっちの部屋入れそう。こっちの部屋が入れそうなので、入ってみたいと思います。こっち、なんかいろいろあるな。これは？あ、これ触れるね。お？あ、押すとなんか変わるのね。OK。なので、ここに入れるマークを何か探してくれば良いのかな。あっちの部屋もなんかありそうだけども、まずこの部屋を見て、なんか早速さ、それっぽいのないここに。どう見てもこれよね、さっきの。ね、上が四角のぐるぐる、右が串みたいなやつ、下がクロスしてるやつで、左が、これなんて言えばいいの？アルファベットの H みたいなやつを探せばいいかな。これなんだ、この青いの。触ってみます。何も起きないね。残念。じゃあ、ここ。上がぐるぐる、右が串みたいなやつ。どれだっけ？これか。で、下がクロスしてるので、左が、H みたいなやつ。あ、同じ、これ、左が全部一緒だったんだね。いや、この状態だと、真ん中、あ、押せんのね。やっぱ何も起きないね。なんか多分だけど、最初のヒントで、風車を回せっていう、ブレーキ外せって言ってたので、それを、あ、ごめんな。それをまずやらないと何もできないのかもしれない。これは、なんかここにね、引っ張るのがあるんだよね。レバーが。ガシャッ。おう。ガシャッ。ん？これも、なんか、あ、これあれもしかしてこの風車があったのでこの上ぐらいじゃん。これがさ、ブレーキなんじゃない？風車の。違う？よっしゃ。なんかそうだよね。これ、ロックかかってる感じで、クリアント離すもんね。多分そうなんじゃないかな。なのでこの状態で風車の鍵が外れてるとすれば、ちょっと一旦もう一回風車の、この状態で風車のとこ行ってみましょうね。よし、風車のとこ戻ってきました。これで、この風車を触って、これ押せば何か起きない。あれ？違った？反対側は？違うのかな？起き。お！動いた！やったやった！動いた！これで風車が動くと。Such things take you further and further from us. I hope you find.